ここですか。やってる。あ、ほな鳥の皮と。ケンシです。東京センベロシリーズ、いやー久々ですよね。新橋来てます。やっぱり新橋って言ったらいろいろあるじゃないですか、飲むとこ。でもその楽しみがずっとね残してたわけでもないんですけど、いろいろね場所があるんで、その中で今回はここだっていう感じで、新橋を選ばさせていただきました。でそんな時間がないので、できるだけサクッといてサクッと帰れるスタイルで今回も行かさせていただきます。ああ新橋こんな感じか。夕方になったらもっといいんでしょうけどね、夕方ちょっとね用事があるっていう、もう残念です。もうね、あの大阪から来たんですごくまあこういう荷物が邪魔です。だから機動力を高めるために、できるだけこう入れちゃおう。よし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 。300円。センベロイ大事なのが3つあります。1つ目、行動に邪魔するものとか、そういうものはできるだけ省いて軽くする。次2つ、行動力。3つ、新橋駅前ビル、ここにあるのか。ここですか。ここにあるんですかね。あるわ。あったあった。いやいいじゃないですか。さあどこですかね。やってない可能性もありますけども、あ、やってる。おお、めっちゃええやん。熱燗ですね。あと馬刺しと、あとはそのマグロブツですかね。あとポテトサラダお願いします。あ、わかりました。あ、らっきょうお願いします。はい、ありがとうございます。はい、キャッシュオンですかね。キャッシュオンデリバリーです。はい、おいてきます。キャッシュオンデリバリーって、あ、すいません。いいですか。そしたら好きなもの選びますか。あ、なるほど、そういう。あ、鶏の皮と、それとあの焼きそばと、はい、あ、それだ、これとこれとですね、あと卵2つ積みます。あ、そうですか。いや、これ普段やめてこちらでいいですかね。キャッシュオンということで、お金を置いた状態にしてます。キャッシュオンデリバリー。それがまた、はい、ありがとうございます。とりあえずこれでね、はい、そうすると200円。これいただいたね。そうですね、はい、あとこれだけね、はい、200円。はい、はい、あとらっきょうとかありますかね。はい、それがまあ、ではいただきます。いやー、らっきょうですね、結構大好きです。このお母さんつけてたんで、自家製ですよね。うまい。うまい。安定の効果ですね。鶏皮。結構ね、皮の脂身とこの酸味の味付けと、あとはきゅうり、あとはね、からしマッチング。結局仕事がなくなったのが、みんな、日本に限らず他に行ってると思います。
まあ、鶏皮なんだけどちょこっと身がついてるところと身と皮の間がうまい、うん、それこそ、まあ、さっきの話で労働で、まあ、労働というか、つまみ全部200円というのはありがたいです。からしにコロッケにからし、人がいいですとか、コストだけじゃなくて、人がいいですよね。あ、合うわ。2、3年前まで最後の締め切り、ラッキョウ1000円、1000円ぐらいごちそうさまでした。美味しくいただきました。すみません、ありがとうございます。今、新橋の立ち飲み小日向さんで飲んできました。いやー、キャッシュオンいいですね。もう注文しすぎて、でお金をこう心配することなく、もうそのある分だけを支払うということですから、うん、あのストップが効くということもありますけども、いやー、それこのシステムって関西はあんまりないですよね、うん、いや新橋1号店小日向さん、これは一生忘れません。次へまた行きます。チャンネル登録まだまだ実践登録お願いします。